はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線丸2をお送りします。で、前回からね、この円が登場して、まあ2本目と。で、まあ前回と同じ流れになってるんですが、ちょっと違うタイプの問題を今回取り上げていきます。で、問題は4問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってわかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は方程式がこうやって書いてあるんですけど、この方程式がどのような図形を表しているかを書こうという問題です。で、もうやることはすごくシンプルで、これ全部ね、x2 乗、y の2乗、まあ、なんとか x、プラスなんとか y、プラス、まあ、定数項みたいな感じになってるのは全部ね。で、これは因数分解をしていきます。全部。で、どう因数分解するかっていうと、まず、1番であれば、x が入ってるのって、この2箇所でしょ。x2 乗とマイナス 2x。ここだけ見て、無理やり、カッコほにゃららの2乗を作ります。で、結論から言うと、これとこれだけ見てこうなるの。 x-1 の2乗、あ、ごめんね、カッコ x-1 の2乗です。で、なんでこうなるかっていうと、これをもし展開したら x2-2x+1 ってことで、x2 乗とマイナス 2x がちゃんと出てくるでしょ。もちろんこれが余計なんで、後で引き算します。余計に出てきちゃうからね。だから、この2箇所だけ見て、こうやって無理やり因数分解をする。で、もう一個。今度 y の方が、y の2乗とプラス 4y です。だから、それだけ見て同じようなことをします。で、ここにはまずプラスね、必ず。で、y、ここがプラス4だから、半分のプラス2で2乗してください。半分にすれば、展開した時に y の2乗プラス 4y プラス4ってことで、出てくるから、こうやって。出てきて欲しいものがね。で、この後に気をつけなきゃいけないのが、これ無理やり作ったじゃんか。で、さっきも言ったように、こいつとこいつは、余計に出てきちゃったものなの。もともとなかったからね。だから、引き算します、この分。1と4を消すために合わせて5だよね。だから、マイナス5をしてください。こうやって。で、もともとマイナス11がいるんで、こうなります。形としてはこうなってる。で、ちょっと入らないんでね、この下の部分消してしまいますけど。で、この後に、ここがマイナス16になるでしょ。これ、右辺に持ってきます。そうすると、x-1、あ、ごめん、カッコ x-1 の2乗、プラス、カッコ y プラス2の2乗イコール16になりました。で、これで前回勉強したことが使えると。カッコでこの2乗、プラス y 入ってるこの2乗、イコール、これが4の2乗になってる。で、この形って円を表すんだよね。まあ、前回やったね、それね。だから、ここの数字、マイナス1とプラス2なので、まず中心がこの符号をね、変えたものだから、1のマイナス2ってことがわかる。ここからね、1とマイナス2。これが中心なんです、円の。で、こっちが16だから、半径は、これ4の2乗だからね。だから、半径4の円ですよって。今回どのような図形って聞かれてるから、中心がこれ、半径これの円ですって。これが答えになります。いいな？で、このやり方で全部いく。ちょっとね、答え方が特殊なのも出てくるけどね。じゃあ同じようにいくと、まず、x2 乗とプラス 4x。ここを使って、x 半分にするから、プラス2の2乗。プラス、y の2乗とマイナス 7y です。で、偶数だったら半分にできるんだよね、こうやって。でもこれ、マイナス7は奇数なんで、半分にするとしたら、これちょっとめんどくさいんですけど、こうやって2分の7としてあげてください。こんな感じでね。で、さっきここで書いたように、これだったら x2 乗プラス 4x プラス4が出てきちゃうので、先に書いちゃうか。その4を引いてください。
で、こっちも結局 y の2乗マイナス 7y 最後にこれの2乗したものだからね、4分の4いんだ、4分の49が出てくる。つまりその4分の49を引かなきゃいけない。で、まあボードプラス10がいるんで、そいつも書いてあげると。で、こんな状態になります。で、まずここはねそのままでいいので書くと、で、こうなる。で、ここだよね。ここを まとめるしかないので、まず、マイナス4とプラス10で6でしょ。で、6が、4分の24。だから、マイナス4分の25になるのか。それを右辺に持ってくるんで、4分の25になるね。で、いい感じに、これ、ね、あと分母も分子も2乗になってるから、これ2分の5の2乗なんだよね。ってなれば半径も分かったと。つまりこっちと同じように答えると、中心はこことここの符号を変える。だからマイナス2の2分の7ね。で、半径がこっちがね2分の5の2乗なんで、ちょっと場所があるからね、ちょっと右に反らすね。4と被ってしまう。中心がこれで半径2分の5の円と、よいしょ、こんな感じで、ね、答えてください。で、次ですね、いきましょう。で、また同じようにやっていくと、まずこことここを使ってx マイナス2の2乗プラス、こことここ使ってこれ半分できるね、 y マイナス3の2乗で、余計に出てくるのは4と9が出てくる。だから両方引くと13だよね。で、13引く13するんで、元と13いるからさ消えるんだよね。つまりこれ、あ、一応書こうか。13を余計に引くから、元々いる13とくっついてこうなる。だから式としては、イコール0でこうなるんだよね。で、これなんかがおかしいんだよ、さっきと。で、何がおかしいかって、右辺が0になってるんだよね。で、この時の答え方なんだけど、まず答え方だけ書きます。答えは円ではなくて点です。点2の3と、これが答えになります。で、これはなぜかっていうと、これ2乗したもの足す2乗したものイコール0、それがイコール0になるためには、この2乗のものが0にならなきゃいけない。0の2乗だから、プラスここがまた0にならなきゃいけない。だって0の2乗足す0の2乗しないと絶対0にならないから、0じゃなくてちょっとでも 0.1 でも入ってしまったら2乗したら0にならないからね。しかも足し算なんで。ってことは、こことここが0にならなきゃいけない。で、ここが0になるってことは、 x に2を入れなきゃ0にならないんでしょ。こっちもそう、 y に3を入れなきゃ0にならないんです。だから x が2で y が3の時しか成り立たない。つまりこのピンポイントしかないから点の2の3となります。いい？まあ一応ね、右辺が0になったらこう答えるよって覚えちゃっても大丈夫だけどね。で、ラストいきましょう。で、またね、同じように半分にして2乗プラスy がこことここだから、 y プラス2の2乗で引くか。1と4だからマイナス5になるね。ちょっとこう暗算しちゃうか。マイナス5とプラス6なんでプラス1、こっちに持ってくるとこうなるんだよね、マイナス1に。で、ここはね、こう、右辺が16で4分の25になった、ここは0になった、ここは負になったんだよね、右辺が。で、右辺が負になったらどう答えるかと。これはですね、どのような図形を表してますか。もう図形がないんです。だからもうないだけで大丈夫、まあ、図形は、表す図形はないとかでも構わないですけど、まあないでも大丈夫だと思うね。で、なぜかっていうと、これありえないんだよね、この式で。何がありえないかっていうと、さっきと同じで、ここ2乗でしょ、ここ2乗でしょ。2乗って絶対に0になるか正になるかしかないんだよ、負になれない、2乗してるから。ってことは、負になれないやつ足す
負になれないやつを足してマイナスになることなんて絶対ありえないんだよね。だからないの、これは。っていう感じになります。いいかな？なんで答え方はまあ3パターンですね。上2つはまあ同じ感じになってますけど、まあこういう答え方、そして点の答え方とないというパターンがありますが、基本的にやることは全部同じなので、まあこんな感じでぜひ解いてみてください。では、今回は高校数学数2の円と直線丸2をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3。一応ね、円と直線っていうタイトルは次回で終わりです。その後は円と直線の共有点ってまたね、まあ円と直線なんだけど結局。ただ、一応円と直線っていうタイトル次回最後になりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。